Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。今日は1月12日水曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。プーケット県では感染者が増加しているにもかかわらず、観光客を引き続き受け入れています。プライト首相はレトン空港の工事の進捗状況を監視するよう指示しました。豚肉の価格は4ヶ月以内に正常化する見込みです。バンコク都庁は町の景観を良くするために運河の改修を進めています。それではまず初めのニュースです。プーケット県では感染者が増加しているにもかかわらず、観光客を引き続き受け入れています。南部プーケット県のナロン県知事によりますと、新型コロナウイルスの新規感染者が急増しているにもかかわらず、プーケットサンドボックス観光促進プログラムのもと、プーケットは引き続き観光客に開放されています。ナロン県知事は、地方の経済回復を維持するため、地元の事業者は島の封鎖の可能性を懸念していると述べています。1月1日から3日までにプーケットに到着した外国人観光客は1万132人でした。サンドボックスプログラムの導入初期となった昨年11月上旬、1日あたりの入国者約500人からは大幅に増加しました。これはプーケットの経済状況にとって不可欠な救済措置となっています。ピチャイと副県知事によりますと、毎日3000人から5000人の外国人観光客を検査すると、このうち30人から50人程度の観光客がコロナに感染していることが判明しています。これまでプーケットでは66カ所のホテルが協力し、症状の軽い感染者や中程度の感染者を受け入れるホスピタルとして利用することに合意しています。一方、プーケット公衆衛生当局のゴーサック局長は、数週間前のデータと比較して、タイ人と外国人の両方でコロナの感染率が高くなっていることを明らかにしました。1日の新規感染者の数は、新年の30人から40人から、7日には1日250人近くまで増加しています。ナロン県知事は、この1ヶ月間で最も多い感染者数となっているとしています。感染者のほとんどは、プーケットサンドボックスプログラム経由で入国した外国人旅行者で、感染者の大半は変異株オミクロンで症状は軽いとしています。ナロン県知事は、プーケットでは外国人観光客が増加しているため、1000室の病院と
ホテルでの隔離サービスを準備し、より多くの患者を受け入れられるよう対応する必要があると述べています。次のニュースです。プライト首相はベトン空港の工事の進捗状況を監視するよう指示しました。南部ヤラー県のベトン空港は現在、民間チャーター機や公的機関によるフライトの利用が多くなっています。しかし民間航空会社もベトン空港を発着する航路を申請する会社が増え始めています。プライト首相は空港の建設の進捗状況を管理しています。首相はベトン国際空港の建設をフォローするよう関連機関に指示しています。この空港はヤラー島と国内の他の地域を商業便で結ぶことで観光が促進されることが期待されています。ベトン空港はすでに国家公務員を乗せたチャーター便や民間が運航しているチャーター便などに利用されています。これまでのところ3つの商業ルートが航空会社から要請されています。ハザイ・ベトン間とバンコク・ドーマン間の2つの路線です。空港は現在、人々の移動に対応するため、収容能力を高めるための開発が進められています。ベトン空港は、この地域で利用可能な様々な交通手段をつなぐ役割を果たすことになります。政府は、ベトン地区が南部にある地域の中で重要な地域の一つであることを認識しており、ベトン空港の建設は工地に位置し、狭く曲がりくねった山道が続く困難なベトン地区の交通制限を緩和させるために計画されました。ベトン地区はマレーシアと国境を接していますが、ベトン空港を発着する航空機はタイ国内線のみとなっています。次のニュースです。豚肉の価格は4ヶ月以内に正常化する見込みです。市場からの豚肉需要の増加と供給の減少、そして餌となるトウモロコシや大豆などの飼料価格の高騰が豚肉価格の高騰の主な原因として挙げられています。生産コストの高さから養豚の現場から離れる農家が相次いでいますが、当局は4ヶ月以内に豚肉価格が正常化するとの見通しを示しています。プライト首相は商務省と農業協同組合省に豚肉価格の高騰問題を速やかに解決するよう命じました。短期的には輸出を遅らせ、卸売業者と小売業者へは豚肉の価格を上げないよう要請されています。また売り手へも豚肉の過剰な価格設定を避けるよう要請しています。これらの対策で価格は4ヶ月以内に正常化する見込みです。アーコム財務大臣によりますと、政府は豚肉輸出の停止、豚肉にかかる手数料や税の免除、輸入に代わる飼料用トウモロコシの栽培促進、豚肉生産システムを強化する目的で、農業協同組合銀行を通じた特別融資を行うなど、高価な豚肉の問題に対処しています。畜産開発局は1月7日、関連団体の代表を招き、この件に関する意見を求めました。次のニュースです。バンコク都庁は町の景観を良くするために運河の改修を進めています。バンコク都庁は運河の改修キャンペーンを展開しています。クロンプレームプラチャコン運河とクロンセンセンプ運河では町の景観と排水能力を向上させるための工事が行われています。クロンラプラオ運河、クロンプレームプラチャコン運河、クロンセンセープ運河の改修は順調に進んでいます。公共スペースにはみ出しているインフラ設備の撤去なども合わせて進められています。都庁職員がクロンプレームプラチャコン運河付近に住む家や敷地が水路や歩道にまで及んでおり、その住民たちと交渉を進めているところです。水路や道路にはみ出している家屋や不動産が撤去されれば、都庁は通路の改修や運河の壁の塗り直しを実施する予定です。運河沿いの地域住民も運河沿いの施設の計画や設計に参加することができるようになっています。バンコク都庁はクロン先生プランについては関連部門に悪臭の原因を突き止め、民間企業や地域社会と協力し、運河の改修計画を作成するよう命じています。
それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。プーケット県では感染者が増加しているにもかかわらず観光客を引き続き受け入れています。プラユット首相はベトン空港の工事の進捗状況を監視するよう指示しました。豚肉の価格は4ヶ月以内に正常化する見込みです。バンコク都庁は街の景観を良くするために運河の改修を進めています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。暖炉里มีคนเป็นล้านคนทุกคนมีเป็นล้านใจฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนโลกเราดูฉันกว้างใหญ่ท้องฟ้าดูฉันกว้างไกลเธอแปลกใจบ้างไหมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันจะขึ้นอยู่ที่เราฝันไปการที่เราจะได้พบกันที่บนโลกก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เธอที่ฉันทำให้เธอโอ้เธอคือเรื่องมหัศจรรย์วันที่ฉันบอกรักเธอเหมือนฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือนฉันได้พบความจริงในหัวใจฉันจะยืนอยู่ข้างเธอนับตั้งแต่นี้ไปและจะไม่ไปไหนมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันจะขึ้นจริงจริงหรือฝันไปการที่เราจะได้พบกันที่บนโลกก็ไม่รู้จะพูดเป็นอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันทำให้เธอラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.